よしご。皆さん、お久しぶりというか、昨日ぶりです。ホークスの美しい監督のキャップです。いや、昨日はね、有原を出したのに負けてしまって、非常にまずいぞと。今日は宮城、相手は宮城、厳しい試合になることは分かっとった。しかし、ホークス今日は頑張ってね、全体的に。あと最終回まで1点リードで来ましたよと。よし、今日は勝てる。今日は勝って、このオリックスの2連戦1勝1敗5分で、なんとか乗り切れせんなと思うよったら、さよなら負け。何をしとんじゃほんま。あーめちゃくちゃイライラする。自販機に100円玉入れても5回連続でお釣りのとこに落ちてきた時ぐらいイライラする。もうチャリンガチャガチャン、チャリンガチャガチャンってね。あれめちゃくちゃイライラしますよね。それぐらいイライラしました今日。いやーせっかくね、今日はね気持ちよく買って、昨日も話していた通り、あの大阪の南のキャバの姉ちゃんたちとね楽しく飲み明かそうと思ってたの台無しですわ本当に。で案の定ね、先ほどわしのスマホにあのオーナーから100件ほど不在着信来てましたが、全て古虫かましていこうかなと思います。見てなければそれはないのと一緒の。本日の先発は東山。試合開始前時点でね、今年バースオリックス防御率6点台、めちゃくちゃオリックス相性悪いです。ただ逆にね、2度あることは3度あると思いますけど、3度目の正直あると。東山もねもうプロで約10年戦ってきた、一戦級で戦ってきた男です。さすがに今日はねナイスピッチしてくれるかなと思ってたらね、2回にして5番多いなぁ、ほんま。てか、ベテラン投手陣揃いも揃って何してんねん、もう。石川修太、2軍。和田剛、2軍。東山直、2軍。ちょっとね、ベテラン投手陣がここに来て、軒並み不振と、非常に厳しい状況となっております。ただ、そんなホークスにもね、一筋の光を差し込ませてくれた男がいます。大山。皆さんご存知、ルーキーですね。このピッチャーがなんと、東山の後継いで、ターン4、5回。無失点。素晴らしい。でね、このピッチングを受けて、なんと、大山が、先発ローテに組み込まれることが判明しました。うん、期待ですね。若い力が必要だ、今のホークスには。まあ、それはいいんですけど、宮城相手に、2点も、許してしまいましたよと。いやこれきついな、きついな、思ってたら、4回表、4番山川とかが、ソロホームラン。助かーい。それ、大高ね。これが4番に求める仕事ですよ。まあ、これ以降ね、やっぱちょっとホークスベンチ明るくなりましたから、まだいける。まだ戦えるぞと、そういう勇気をね、勢いをね、ホークスに与えてくれました。その勢いもあったんでしょう。5回表、今度はクリアルが、2アウトから値千金の同点タイムリースリーベース。さすがグリやるやないか、最近よう打っとるやないか、安定しての。さすがわしと同じぐらい色男なだけある栗原にはね、打席入る前にねフォアアドバイスしました。打てたら打ての、はい、高級筆談を思い出させるいつものね神アドバイスです。このおかげで栗原打てました。ということでね、栗原ね、今日増えたであろう栗ガールもね、あのわしの方にも紹介していただくようによろしくお願いします。コンサル料ですね。うん、でさらに足川もて、なんと先頭打者栗原亮や、再び栗原がライトへの勝ち越しソロホームラン。この終盤に来て勝ち越しホームランと、神か栗。おいお前、栗原改名して神原名乗るお前。今日はね、同点タイムリースリーベースからの勝ち越しソロホームラン、獅子奮陣の活躍、アヘアヘ長打マン、最高の3番打者、最高のクリーンナップ、まるで柳田かのような鬼のような働き、完全にホークスの殴りです。これは来たって思ってたんですけどね、最終回マウンドに上がった松本駅、この時点で防御率 1.97、 防御率1点台まで戻してたんです、松本駅。なのに、3、4、5番にね、3連打浴びまして、ノアとランナー満塁。で、続くバッター胸に押し出しデッドボール与えて同点。で、最後は、トングにライトへの犠牲フライ浴びて、さよなら。なんや、俺。最後、犠牲フライで1個アウト取ったけど、これもうね、アウト1個も取れずに終わったのと同等ですよ、これね。いや、わかるよ。普段ね、松本普段8回とか7回あたりの男ですから、まあ、最終回ね、プレッシャーあったと思いますよ。それでも抑えてほしかった。せっかくやっぱ勝てそうだったんでね。まあ、ただね、まあ、松本も打たれちゃいましたけど、そもそも、4年40億の某ロベルトさんが、調子崩して、筑後に行ったりしなければ、松本がね、守護神やる必要もないんです。うん。どっちかというと、わしは某ロベルトさんの方が、ちょっと、罪重いんじゃないかなと思ってる。巡り巡って。というわけで、某ロベルトさんね、年俸今年10億のところから2億さっぴいて、1億を松本行き、もう1億をわしに譲っていただければなと思います。たかがいっぱいと思ってる方もいるでしょ。思い出してください、2年前を。一生に泣いた2年前を。これだけね、一試合一試合の勝敗は重いんです。うん。これね、ちょっといただけないですね。はい。ということで、今日もね、なんかロッテさんが楽天さんをボコボコにしてたんで、18対5でしたっけ、8ゲーム差にまでなってしまいましたね、と。あれ？なんか詰まってきてる。まだ8ゲームあると取るか、もう8ゲームしかないと見るか、人それぞれですがね、今年は絶対に優勝しないといけないので、この後ね、選手集めて、明日の朝11時ぐらいまでね、ミーティングして詰めたいと思います、選手たちを。でね、皆さんはね、ちょっと、それで手打ちというか許していただければなと思います。あ、しゃあない、しゃあないよ。勝つ意もあれば負ける意もある。143試合もあるからの。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次のところでお会いしましょう。おなまた、お疲れ様です。